皆さんこんにちは、イートヤマリーです。今日はですね、私の素顔からメイクの様子を、お見せしたいと思います。はい、ではまずはファンデーション、こちらです。ローラン・メルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングファンデーションです。はい、そしてですね、こちらがファンデーションと一緒に使うフローレスフィニッシュメイクアップスポンジです。皆さん何の形に見えますか？これひよこかな。これはね、可愛いだけではなくて、しっかりとこう顔の輪郭に合うように作られていて、均一な仕上がりになるのがポイントです。さあ、ではファンデーションをよく振ります。こちら2プッシュ押します。この1プッシュ分が顔の半分の適量だそうです。で、このスポンジを使って1プッシュ分塗ります。はい、猫のひげのように塗っていきます。いきますよ。で、ここから全体に伸ばしていきます。下地のプライマーが乾く前に素早くこう塗るのがムラなくツヤが出るポイントですね。で、こうお肌の調子によってこうカバーしたいなってところはポンポンとこう重ねていきます。このファンデーションはこう重ねてもよれにくいし、こうムラになりにくいので、安心してこうやっていただけたら。スポンジを滑らすように優しく塗っていくと、こうムラになりにくい、そしてツヤが出る。じゃーん、できました。すごいツヤ感のある素肌のような仕上がりになりました。スキンケア効果もあるんですよ。すごくこう触ってて保湿感があるなって風に思います。はい、というわけでローラ・メルシエさんのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングファンデーション、そしてフローレスフィニッシュメイクアップスポンジ、この2つ付け心地が良くて、さらに本当に伸びがいいので簡単につけることができたので、すごく女の子には助かるなって思いました。皆さんもこのローラ・メルシエさんのファンデーションとスポンジ使って、メイクをさらに楽しんでください。以上、イートヤマリーでした。